芋別の国道沿いに熊が出たらしいよ。あらまあ、果樹園の方？いや、ヒリヒリ岳の方。結構近いぞ。危ないな。僕くん、笛持って歩くかい？何それ？山の中に入ったら時々この笛を吹くの。するとヒグマさんが寄ってこないんだわ。ではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし。はい、ミルクだよ。コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。
お腹空いてた？コリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。あれ？巣から落ちちゃったのかな？よし、これでバッチリだ。牛にミルクあげた？そうなんだ、偉いね。その調子で明日も忘れずによろしくね。ボク君、今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント、ピリッとカレー料理です。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど、楽しみにして待っててね。ボク君、近所にクマが出たらしいから、遠いところに行くときは気をつけるんだよ。メイちゃん？王様だなんて意外に偉い人だったんだね。王様だなんて意外に偉い人だったんだね。みっちゃんはなんで泳げないの？沈むの。せっせっせってやる？明日まで川遊びなんだ。水泳大会楽しいよ。うん、わかってるよ。じゃあ、早く泳ぐ方法は知ってる？何それ？あのね、バツボタンをずっと押したままにして、押す力を
強く弱く強く弱くって何度も繰り返すの。そうすると早くスイスイ泳げるんだわ。そうなんだ。私と水泳競争してみる？じゃあ川島の赤橋の下にある三本丸太のところまでどっちが速いか競争だからね。じゃあ二人とも頑張ってね。よーいドン。虫相撲厄介。ふっ、俺様に勝とうなんて2万5000年早えぜ。私もやるよ。今日の生贄は緑ちゃん。負け
げちまうよ。うわ、負けちまうよ。出る、あ、負けたよ。次は私だよ。いい感じ。勝ってね。私の勝ちっしょ。次は僕の番だべさ。よし、行け。踏ん張れ、こらえろ。あー、負けちゃったべさ。じゃ、次は俺の番ね。次は私だよ。勝ってね。負けないで。うわ、ギリギリ。あれ、私の負け。おい、技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだわ。次は僕の番だべさ。よし、行け。ああ、悔しい。
次は俺の番ね。頑張れ。ああ、負けたよ。次は私だよ。勝ってね。ギリギリ、まあ、楽勝かな。負けないで。うわ、ギリギリ。負けないで。私の勝ちっしょ。負けないで。負けないで。あれ、私の負け。次は僕の番だべさ。よし、行け。よし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 。よし、行け。
しょう。うわ、まずいっしょ。ああ、負けちゃったべさ。じゃ、次は俺の番ね。頑張れ。やった、いけるぜ。やった、いけるぜ。次は私だよ。待ってね。負けないで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 。うわ、ギリギリ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 。あれ、私の負け。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。俺持ってないぜ。緑チェンジ。次は私だよ。待ってね。負けないで。負けないで。
けないで。うわ、ギリギリ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 。あれ、私の負け？おい、技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだわ。あ、僕持ってない。ハヤト、チェンジするべ。俺持ってないぜ。緑、チェンジ。ごめん、持ってないんだわ。誰も持ってないみたいだべさ。じゃあ、これにしよっと。勝ってね。負けないで。負けないで。負けないで。あれ？私の負け？次は僕の番だべさ。よし行け。よし行け。よし行け。よし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 。よしよしよし。よし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 。よし行け。よし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 。次は俺の番ね。頑張れ。うわ、負けちまうよ。出るんじゃねえぞ。出るんじゃねえぞ。ふん、今回は今回さ。次は私だよ。勝ってね。負けないで。負けないで。負けないで。
リギリ。うわ、ギリギリ。ああ、負けちゃったしや。技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。次は僕の番だべさ。よし、行け。10勝だべさ。名前をつけてあげるっしょ。次は俺の番ね。頑張れ。うわ、負けちまうよ。出るんじゃねえぞ。今回は今回さ。次は私だよ。勝ってね。負けないで。負けないで。ギリギリ。ああ、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。うわ、まずいっしょ。次は俺の番ね。頑張れ。やった、いけるぜ。頼むぜ。頑張れ。
けちまうよ。おさむしってしぶといね。倒し方を工夫しねえとダメダメさ。次は私だよ。あれ？私の負け？次は僕の番だべさ。よし、行け！次は俺の番ね。ってしぶといね。倒し方を工夫しねえとダメダメさ。次は私だよ。
けないで、負けないで。まあ楽勝かな。私の勝ちっしょ。おい、技のレベルが上がったぜ。新しい技を覚えたんだわ。いい感じ。いい感じ。次は僕の番だべさ。俺の番ね。いけ、頑張れ。やった、いけるぜ。
やった、いけるぜ。オサムシってしぶといね。倒し方を工夫しねえとダメダメさ。次は私だよ。あれ？私の負け？次は僕の番だべさ。よし、行け！うわ、まずいっしょ！うわ、まずいっしょ！負けちゃったべさ。じゃあ次は俺の番ね。頑張れ。うわ、負けちまうよ。頼むぜ。うわ、負けちまうよ。やった、いけるぜ。出るんじゃねえぞ。うわ、負けちまうよ。うわ、負けちまうよ。出るんじゃねえぞ。出るんじゃねえぞ。次は私だよ。あれ？その虫でいいの？よいしょ、よいしょ。いい感じ、いい感じ。
けないで、負けないで、勝ってね、負けないで。負けないで。ああ、負けちゃったしや。次は僕の番だべさ。よし、行け。うわ、まずいっしょ。やったね、どんな問題。勝ちなんだわ。技レベルがアップしたぜ。今度はどんな技だべ。今の試合の相性こっちに有利すぎだぜ。俺の番ね。行け行け行け、頑張れ。私だよ。じゃ、したっけ、したっけ、バイビー。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。王様だなんて意外に偉い人だったんだね。
ねえ、こっちの大きな箱は何に使うの？え？それは作ったものをゆっくり冷ますために使う除霊釜さ。徐々に冷ます釜って書いて除霊釜って言うんだ。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。でも除霊釜を使えば一晩かけてじっくり冷ますことができるってわけさ。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。どこにも行かないの？今日は日曜だから農協の方はないのさ。ここはじいちゃんの畑なの？そうだ、あんまし手間かけられねえから小さい畑だけど立派なもん作ろうとして頑張ってんだわ。僕も手伝っていい？ああ、いや、どうぞどうぞ。せっかくなら時々坂のホースで畑に水撒いてくれると嬉しいな。立派に拝ってきたら僕ちゃんにもあげっかんな。立派に拝ってき、お腹空いてた？ホリボンは一生懸命ミルクを飲んだ。お腹すいたろ？もうご飯だよ。僕、ツバメのヒナを救ったよ。巣の下に落ちてたんだ。そりゃ大変。よかったね、見つけて。うん、そうだね。まだ無傷で5羽残ってるね。
なかなか偉いぞ、僕くん。ちょこっとだけ見直したわ。じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。元気。男爵芋がゴロゴロ入ったカレーライスにフルーツヨーグルトとプチッと弾ける枝豆をつけてみました。僕くん大正解でした。虹のサイクリングロードをお送りしました。この曲は一回聴くとしばらく頭から離れない。気づいたら昼間家の中にいても聞こえるけど、子牛の首についてるカランカランってやつ、あれってなんていうの？あれはカウベルだよ。カウベル？というところでお別れの時間がやってきました。どこでカウベルなの？知らない。花火、夏の風物詩はいろいろあるけど、どこでカウベルなの？知らない。夜景を見ながらの一缶180円のビールが最高にうまい。本番もこの後グビッといきますよ。さて、沖縄返還から今日で3ヶ月経ちました。返還後の沖縄本島の様子を島城花子さんのレポートでお伝えします。おじちゃんはあっちへ帰ろうって思ったことはないの？たまに思うよ。どんな時？雪が一晩に1メートルも積もって外に出られなくなった時かな。それって帰れないじゃん。そうだよ。それって帰れ、おじいちゃん酔ってる？うん。おじいちゃん酔ってる？うん。何かいるかな。なんだこりゃ。何かいるかな。何もいないよ。砂糖水を使おう。
ボク君、絵日記書いて、おやすみなさいしよ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。ホットをリラックスしてる時なんかにね、出てきちゃうんですよ。今日も帰りに、体やっちゃうんだろうな。というところで、お別れの時間がやってきました。海水浴、山登り。